はじめまして、こんにちは。地獄へようこそ、満天さん。おお、純伝説のポケモンが1体ですね。私は伝説の幻のポケモンで6体固めました。知ってるみたいな。知ってるみたいな。カバがね、カバが結構めんどくさい。実際めんどくさい。さてさて、どうしようか。結構自信は一貫するパーティー。そして物理に硬いポケモンがわっさわっさといる。ロトム。どうしようかな。ディアンシーから出していってもいいけど、混乱おじさんから来られてもめんどくさいわ、めんどくさい。カバルドンから来られるのかな。ケルディオ行くか。いや、本当はね、今日シェイミーも来るはずだったんだけどね。なんか午前中と昼までに、なんちゃらってアイテムを使わないと、スカイフォルムにならないっていう、なんか、罠を食らって、もう泣く泣くですよ。泣く泣く今回シェイミーアウトしてますが。どうしよっかな。ゼクロム出ていってもいい気はする。こうだそうか。いやー、でもな、電磁波巻きまーすみたいなおっさんいるからな。電磁波巻きますおっさんが。まあ、レクーザも出して、いや、グラードンは出てっていいな。てか、むしろね、グラードンが出ちゃいけない試合なんてそうないんだが。そうないんだけどね。レックーザも入れていきますか。これでいきましょう。はい。お相手悩む。まあ、悩むわな。お前、これどうすんだよってなるもんな。俺もなる。誰だってそうする。俺だってそうする。満点さん、対戦よろしくお願いします。さあ、頼しましてくれよ。あらがえ、伝説のポケモンたちに。さあ、登場するのか、バルドン。こちらはケルディオの登場。覚悟のフォルム。しかし、覚悟しても種族値は変わらないぞ、ケルディオ。覚悟ごときじゃ、能力は上がらないということを、暗に、ゲーフリが、示唆しているのか。相手のパーティーをメモリ忘れている。ハイドロポンプを打ちに行きたい。行きたい。行きたいところ。挑発から入ってもいいけどな。まあ、交代の線があるから負担かけに行きたいんだよな。実際問題。一応挑発から入ります。ダメ消しされてるかな、これな。ケルリオの覚悟のフォルムは、なんだっけ、ね、なんだっけ、神秘の剣じゃなくて、なんか、そんな感じの、よしよし、あくびで流そうとしたところ、流させない。相手のパーティーをメモるのを忘れている。この神秘の剣っていう技、固有技を覚えさせると、強制的に覚悟のフォルムになって、民族衣装をまとい出すというところですが、ハイドロポンプでいきます。覚悟ごときじゃね、能力上がんねえんだよ。キリッとしてんの、やっぱ、覚悟だから。挑発を入れて、ケルディオンはな、ね、い。まあ、一応 C が127あるので、まあ、決して低くはないんだけども、突出してるわけじゃないんで、一応挑発を入れて、積まれ対策をしている。ハイドロポンプを打っていくが、盛大に外していく。やる気があるのか。初登場でいきなり外していく。さあ、これで次の地震で倒れてしまい、HP まで来てしまった。ケルディオは弾持ってるんで、ハイポン一発当てられれば、カバルドを落とせそうな、倒せそうな雰囲気はあるが、バーン、うわー、爪から、角から噴出。素晴らしい火力。S も、決してケルディオ悪くないポケモン。S は108。108というと、デンチュラと同じ。ゴーカサルと同じだ。さあ、どうなんだ、その比較は。三頭身、兄弟っつうか、お父ちゃんっつうか、そう、テラキ。そう、映画か、じゃねえか。映画では、テラキオンがケルディオに、こう、指南するシーンもあったが、しかし、超える。弟子ってのは師匠を超えてな、超えるためにあるんだよ。俺の方が早い。ハイドロポンプ、角から打っていく。素晴らしい火力だ。活躍、大活躍。素晴らしい。ケルディオ、次々と、バッタバッタと泣き倒していく。砂ダメと玉ダメで落ちそう。かなり瀕死だ。さあ、一心報いることができるか。クレッフィ、さあ、先制は取られない。一発上から、動かれるのが、めんどくさいぐらいで。挑発クソ落ちてんだけど。挑発クソ落ちてんだが。相手も挑発勝っちゃうとな、結局。まあ、でも最初に打つ価値はあるでしょ。光の壁から入ってきた。悪くはない。挑発されたクレッフィーが何ができると言うんだ。さあ、まずは挑発から入ります。
後ろ物理もいるんでね、どの道ケルディオは玉ダメージで退散できるんで悪くはないですね。神秘の剣はどういう効果っていうと、物理んなんだ、思念の頭突きの違うサイコショックの格闘版みたいなね、 B ダメージで計算するので光の壁は意味なくなるんだよな。ほらー、一矢報いたか。これもろ受けてねえか、これ光の壁の効果。光の壁は通せないのかな。光の壁は通せなくて、その後B のイカ様が入っていく。さあ絶望してもらおうかまだまだ地獄は終わらねえぞ。挑発されたクレッフィーになすすべがあるのかどうか。生まれた大地、灼熱の炎、いかに特性でブイブイ言わせているクレッフィーもこの対面ではどうしようもないのではないでしょうか。炎のパンチ先制で決まっていく。意地っ張り最速、違う、陽気最速。陽気にしてるのは原子グラードンミラーした時に勝ちたいからですね。対戦ありがとうございました。じゃあまあこれから面白いもん見せてやっから。おー渋い渋いぞ。メガ進化が上2体と真ん中右左下。さあ誰がメガ進化すんだこれ。いやでもね、鬼氷入れてる人は鬼氷がメガ進化するから、基本的に。だって鬼氷ね、メガ進化しなかったら入れる意味ないもん。いや言い過ぎだけどいや言い過ぎだな、完全に完全に言い過ぎだけど、鬼氷入れる人はね、絶対まず鬼氷好きじゃん、前提として。で、鬼氷好きな人がメガ進化しないわけがないみたいな理論がありますからね。で、それ抜きで鬼氷入れる人っていうのは必然的にメガ進化するわけですよ。新メガ進化だから。どうしようかなこれ。まあ、そんな悩むことなくて、とりあえずまあ暗視から、なんか結局道連れで一体持ってかれんのか。いや俺にはケルディオ先生がいる。ケルディオ先生がいればなんとかなってくる。いやーでもな、なんかあのパッチパッチおじさんが来るかもしれないからな、真ん中右の。ディアンシーから行きますか。ディアンシー入れて、ケルディオどうかな。いや悪くはないと思うんだけどな、ケルディオ悪くないとは思うが、頬入れたろか、そろそろ。頬入れたくない。いやーでもな、チラチの6ブラで落ちるなよく考えたら。いやー結構チラチ邪魔な感じやばない。レックーザ入れようで、メガ進化はゼクロムはちょっとあれだしな、ケルディオかな。ケルディオグラーノ入れるのはちょっとエグいからマダオさん対戦よろしくお願いします。ちょっとチラチだけ倒せればケルディオがかなり動きやすいイメージがあった。というわけでディアンシーがくるっと1回転登場していく。相手はチラチーノ、とりあえず種マシンガン打ってきそうな雰囲気がプンプン。さあレックーザに今、メガ進化を残さないとまずいので、まあ、さっきね何も考えずさっき多分これ没試合になってんだけど、さっき何も考えずメガ進化してレックーザメガ進化できないみたいな終わりーみたいなはい解散ーみたいな。さあ、メガ進化しない方が B と D が高いので、まあ、ゆっくり、ステロから種マシンガン。さあ、抜群とはいえ、いって、なんだこれ。スキリンかどうかだな。テクニではない。スキリンか。スキリンだな。こんな減るかな、抜群とはいえ。テクニでこの火力だったらまだわかるんだけど、これ、8枚ってない？もしかして。その可能性を考えたら、ここ、レックーザを出して、もう圧をかけに行く。もう、ま、あの、罪の起点に死に行きまくり、笑ったみたいな感じで。ま、この、そのディアンシーどうすんのみたいな感じやばいけど。一応 S 振ってるからまだ活躍はできるかもしれないけ。さあ、なんと減らなすぎじゃないか、これ。2とかしか減ってないぞ。ま、4分の1だから当然っちゃ当然なんだが。全然減らない。これはもう、あれですね。スキルリンク確定ですね。さあ、別にもうディアンシー捨ててもよかったような気がするが。さあ、じゃあ、ここは龍舞して。
メガ進化リューマンしていきましょう。これで6ブラも、当倍になります。っていうのを知ってたら、まあ普通に考えたらスイープビンタで来る気がするが、さあ登場メタリック加工のデルタストリーム。これによってレックウザ飛行技が抜群取れれば、あ、やっぱりこだわってないあ、でもダメージ大したことないな。いけるいける。あとタスキじゃないこと祈るだけだが、あ、スキリン強いな。いい火力ひるんで技が出せない？ちょっと待って。あの印かー、なるほど。これ画量転線離していきましょう。これもうリュウマイしたら全抜きコースだったな。まあできなかったんだけど確か、スキリンの場合のひるみ率っていくつだったっけな。10% だから81、ハック72、チク63の654、まあ40ちょい、50弱ぐらいの、あ、冬中中に来た顔してんなこれ威嚇まかれる。さあ、つるまいがあるかどうか。冬打ちでしょ、さすがに冬打ちだと思うんだけどな。いや、新速あるって分かってたらしてこないか。一回リュウマイしようか。いや、新速でいい気もするけど、でもビビったらもんだからな、ダメージとしては。さあ、メガ進化クチート、メガ進化したのクチート。あれじゃなかったな、鬼氷いないのかな、この感じだと。竜の前冬打ちはないということは、じゃれつく外してとりあえず次は行動できると。自信打って、まあこのまま全抜きができそうな気がしますね。蓄えるって何コマうそ、冬打ち耐えないかな。あ、当倍じゃ耐えねえわ。うわ、やられたなこれ不意打ち読み、何か読みの蓄えるを決められた。一気にうさんくさくなったなこれ。うーん、どうする。ディアンシー出しましょうか。どの道削んないと無理だこれ。まあ力オブ大地で行くしかないな。不意打ちじゃ落ちないからね、当然。多分抜いてる。最速なんで。大と力動いて、蓄える一回入っちゃってるから、半分まで削れるかどうか微妙。ギリギリ半分。蓄えて。とはいえ、次でも落ちないから、これうまいですよ。これうまい。決めてないと思ったのか。一応大地の力を覚えると。覚えさせておいてよかった。不意打ち一発じゃ落ちないんだよな。このポケモンおかしすぎるあのポケ、このポケモンおかしくないか。もうじゃれつくで吹っ飛ぶんだけど、ポンプ打つしかねえ。急所だったら落とせる。よっしゃー急所なしか。おー、これはケルディオの火力は舐めてみてたというところか。一発で倒せると思わなかったな。結構怪しい。あ、これはスカーフでも巻いてなければいけそうな気がする。スカーフ巻いてる場合は知りません。ちなみにワルビアルはスカーフ巻いてるのが高い。しかもこれ自家浄化。まあ、剣、行きましょうか。あー、通った。これ勝てるんじゃ。よし！よし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 ！これ3体目？どんだけ、あー、よしよしよし、勝った勝った勝った。ケルディオありがとう。マドウさん、対戦ありがとうございました。あ、こんにちは。挨拶は基本。おーおーおお、あ、いいねいいねいいね。なんかレートっぽい、レートっぽいパーティー。まあ、チャーレムが最近のレートで入ってくるかどうかっていうのがちょっと分かんないけど、それっぽくレートっぽい。なんか久々にメタグロス見たな。さあ、メガ進化要因はリザードンとチャーレムと、メタグロスくんというところでね。まあ初手ボルトロス安定マンに対してはグラードを投げていってかなり圧をかけに行くのがすごい楽しいが、しかしさあどう来るかな。もうスイ君がねグラードに関して何にも多分できないっていうね。まあとりあえずサザンドラで様子を見てくる可能性もまあなくはないが、さあここをどうするか。まあレックザでビビらしに行くのはありなんじゃないでしょうか。
レックーザ、グラードン、レック、もう言ってて笑っちゃうもん。レックーザ、グラードンって。お前何やねん、そのパーティーみたいな感じやばいっすね。ゼクロも、これボルトは出てこないね。チャーレム、スイ君も出てくるかどうかっていうかなり微妙なラインだよな。まあ、ディアンシーとかいるから出てくるかもしれない。まあ、ゼクロも出してってもいい。ホウオウも出してあげたい気持ちあるんだけどな。あれが、リザードン X だったら 100% 出てくんな。Y だと、ちょっと、なんか、あれみたいな感じになるけど、X だったら出てくんな、間違いなくリザードン。まあ、ゼクロムに行くか。ゼクロム、レックザグラードン。エースさん対戦よろしくお願いします。今回はパーティーメモをきちんと取っている。エースさんは女。ここに来て情報アドが爆発的だ。さあ出てくるのはリザードン。こちらはレックーザ。どうなんだこれは。ムツのレックーザは激鱗がない。ということはリザード X だった場合かなり 痛手を負うことになる。必然的に。さあ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 、いやもうこれね、落ちちゃまずいから、もうここガリオ転生パナすしかないんだよな、とりあえずは。X だよねーだよねー俺も X だと思ったわー。まあまず挨拶だから。さあこちらも強い祈りが届く。届いた末の頂上決戦。激鱗を持たれてるだろうから。この対面、急所で当たらない限りはちょっと勝てないが、最速取ってることはあったねー。最速リザか。これ耐えねえな。無理だよねー。さあ、これどうする ?1.5 体持ってか、いや、1.5 体持ってかれるの覚悟でゼクロも出していくか。ゼクロもはハマンの身なんで、多分激鱗は一発耐えられるが、耐えてどうするみたいな感じはある。正直。そもそも流星群でリザードが一発で落ちるかっていうとかなり微妙なとこなんだよな。今動けなかったな、きついな。せめて神速当てられてた。よかったんだけど。もう後ろの原子グラードに全部なんとかしてもらおう。全抜きできる性能あるんで、リザード突破できれば。だからもうあとは任せる。激鱗突破。さあ、ハバンの身を食って。ハバンないとちょっと。ゼクロムはかなり厳しいんで。ゼクロムは耐久すごいあるんで、多分これ普通に耐えてくれるでしょう。さあ、流星群を外さなければいいと思っている。さあ、外さない。しかし、相手の激励もこんなん解けないのはちょっと、何なんですかね、真面目に。倒してくれ。よし!さすがドラゴン族最強の技!ここ抜いてったのはでかいぞ。一応、控えめなんですよね、一応。まあ、ゼクロムで控えめって何考えてんだって感じなんだけど、まあ、役割成功するには控えめで十分。雷撃が強すぎる、実際のところ。噴水出すポケモン間違えてんじゃねえか。レイビー耐えんぞ、メガネじゃなけりゃ。雷撃先制取っている。ガチ両刀耐久削っている。いや、ガチ耐久削ってないわ。すげえ火力。耐える方も耐える方だが、めいそ積み木手にできないんだよな。雷撃は物理技です。物理技、ガチ両刀ではない、普通の両刀だ。控えめだから普通の両刀でした。雷撃をもう一発撃っていく。やりたい放題。雷撃威力も高いからね、後続でも半減でも受けづらいっていうのが非常に強い。すごい、ゼクロも活躍してる、超嬉しいな。このゼクロも無駄に 5V なんですよね。いや、無駄じゃないんだけど、全然すげえいい個体なんですよ。で、名前も月光ってすげえ気に入ってる名前なんですが。さあ、ラス1。ボルトロス。さあ、何もできることはないのでは。これ、ゼクロもとりあえず雷撃パナしてっていいでしょう。電磁波も入らないし、10万も入らない。ボルトチェンジも、4分の1。合ってるよな。タイパイショーにわかじゃなければ。素晴らしいぞ。大暴れじゃねえか。雷撃こんないっぱい撃つ試合ないぞ、そんなに。ダーン!タスキ!じゃない!伝えされていく。最後は傍聴で決めていきましょう。小さん!やりました。エースさん対戦ありがとうございました。